どうも皆さん、こんにちは。極楽紳士の会の谷島と申します。本日はね、まあ、一応週一企画の、雑談動画を撮っていきたいと思います。でね、ちょっと、今回なんですけども、雑談動画一人でございます。私ね、谷島一人で撮っていきたいと思います。まあ、理由としては、ちょっとね、一週間に一回なんで、まあね、ため撮りとかね、あんまりやんないんで、ちょっと、撮るの忘れてたんで、今週ね。ま、一人でちょっとね、くっちゃべっていこうかなと思います。まあ、いつもはなんか適当なね、話題を作って、何かしらについて話してるんですけど、まあ、今回は、ちょっと真面目な話というかね、真面目でもないんですけど、まあ、これからのこととかね、まあ、これまでのこととかにちょっと話していきたいかなと思います。それではね、まず、一番最初に、皆さん本当にね、これまで配信とか動画見てくれて本当にありがとうございます。ここまで自分たちの力だけじゃね、やっぱどうしてもいけないところもあると思うので、はい。皆さんに見ていただいて、生放送に毎日ね、来ていただいて、それで支えられてる部分も本当に、てかむしろね、それが一番でかいまであるので、皆さん本当にありがとうございます。これからもね、まあ、暇だから見てやるよっていう方は、ぜひとも見てくれると嬉しいです。で、まあ、それにちょっと繋がる話なのかもしれないんですけど、現時点で、ファーランドが、第80回ぐらいかな多分。第80回目ぐらいになってると思うんですけど、今回第100回目をちょっと記念として、まあ、ちょっと生放送をね、いつもと違う感じでやろうかなと考えております。まあ、簡単に言うとなんかちょっといつもはさ、1時間半とか2時間いかないぐらいを、まあ、普通に歩いていくだけなんだけど、まあ、ちょっとね、一風変わった風にやろうかなみたいな。まあそういう感じで行こうと思うんだけど、まあ正直自分じゃね、まあこの日だけ4時間やるとか、もう本当にね、そういう簡単なことしかね、思いつかないんだよね、正直。まあまあ、ということでね、皆さんが見たいというか、何かしてほしいみたいなそういうことがあったらね、なんかコメント欄かツイッターかなんかでね、私にメッセージください。一応ね、ちょっと現実的な企画でお願いします。現実的なね。なんかちょっと、おい、それはよ、みたいな。それはさすがに 100% 無理だぜ、みたいな。そういうのちょっと勘弁してください。さすがに。まあ、でも、まあ、現実的にできるんだったら、きつい企画でも OK ですから。できるんだよ。実現可能ならば。まあまあ、とりあえず、まあ無理な企画としては、まあ何かしらのモッドを入れるとか。まあそれぐらいっすね。あと24時間やる。あ、24時間やるは無理です。じゃあ23時間とかもなしだからね。あの、正直にあんまりファーランドやり続けると私の腰が折れるのと、多分ね、メンタルが崩壊するので、まあ、ある程度ね、マックス8時間、マックス8時間ファーランドはできて、まあ、ちょっと途中でね、あの、アーカイブ全部残したいので、ちょっと4時間ぐらいで一旦切って、また後半も4時間みたいな感じになると思いますよね、そしたら。8時間はね、まあ、できたらやりたくないんで、まあ、皆さんの企画をね、ぜひとも、お待ちしております。まあ、そんな感じかな、ファーランドにこれに関しては。で、まあ、これはですね、ちょっと自分たちのチャンネルの更新頻度というのかな。まあ、ちょっと、メンバー現状を、まあ、ほぼほぼ私が一人でいろいろやってるわけですけど、まあ、たまにね、アマシロくんのモンスの動画だったり、一応月1で出してる、会議動画的なやつは、アマシロくんの編集で、まあガチャ動画もね、まあ基本的に自分で撮ったのは自分で編集なんでね。まあいちいちなんかファイル交換してる暇ねえんで。まあその件で今、一応自分が一番前に出てやってるわけですけど、ちょっと来年度の、まあ来年度で4月ね。今年の4月ぐらいから、ちょっと配信頻度が下がっちゃうかなっていうのが正直あります。一応自分もバイトはしてる身なんですけど、ま、これ以上ちょっとね、バイトの日数を減らしちゃうと、まあ、私のちょっとね、単純にいられるお金が少なくなっちゃうので、まあ、バイトの日数も正直これ以上は減らしたくないけど、ちょっと学校の方がね、自分の通っている、ちょっと忙しくなるというか、正直、その学校の中で、私がね、通う学科の中では一番忙しい時期が、ちょっと来年度の
前半ということなので、ちょっとね、更新頻度が下がっちゃうのかな。まあ、毎日ファーランドはちゃんとやっていきたいとは思うんですけど、まあ、今も大して動画は出してないんですけど、まあ、さらにちょっと更新頻度下がったり、まあ、もしかしたら日によっては配信をちょっと天代くんに任せちゃうみたいな、そういう日もね、ちょっと結構増えてくると思います。正直。まあ、そこちょっとご了承いただけるかなぁと、ご了承いただけるかなぁってなんかおかしいけど、まあ、そこのところね、ちょっと頭の隅に置いといてください。またね、ちょっと、あ、やべえ、これ、俺死ぬみたいに思ったら、またちょっと一旦報告しますので、はい、ここはちょっとね。まあね、これからはね、まあ、できることならば、幅広い、ジャルのゲームをプレイしていきたいとね、まあ思っているんですけど、まあ皆さんがね、多分3月ぐらいに入れば、多分春休みとか、なると思うので、まあ、その時期を狙ってね、また、がっつり配信していきたいんですけど、まあ一応ね、一応やっぱ自分たち配信は毎日してるんですけど、まあ動画投稿者としてもね、まあある程度成長していきたいというか、そういう面もあるので、まあ、ちょっと撮影とかね、するから、ちょっと今日配信1本しかできねえみたいな、そういうこともね、多々あると思います。今とか結構、まあ12月とか1月にちょっと頑張りすぎたってのはあるんですけどね、正直。1日2本とか配信してね。まあ時間で言ったらね、まあ大して配信はしてないですけど。まあまあまあ。ちょっと休憩というか。今ちょっと、ブレーキやや踏んじゃってる感じなんですけど。まあでもね、これから、そこそこ、3月は頑張っていきたい、本当に。それは思ってます。3月はマジで頑張る。まあまあ私のね、まあ学校の、追試とかもあるかもしれないけどね。もしかしたら。まあ、そういうことで、皆さんなんか、皆さん、思った以上に話すことがないなぁ、なかなか。皆さんなんかご意見とか、あとご要望とかありましたらね、それもまた、私たちにちょっとなんか、ツイッターとかでね、おめえらこれやってみたらどうだ、みたいな。まあ、本当にできる範囲になっちゃうんですけど、まあ、例えばモンストとかでね、なんかこういうのをやってほしいって言うんだったら、まあ結構、アマシロくんとかもね、ゆず聞かしてやってくれると思うので、アマシロくんとかにもね、気軽にこういうのはどうですかって言ってもらってもいいですし、まあ私にもね、言ってもらえれば、一応企画運営等は、私が担当しておりますので、言ってもらえると嬉しいです。まあまあ別に、ずっと見てるだけでももちろん OK ですから、ノースプレー歓迎ですので、はい。ということで、本日の動画はここまでとさせていただきます。皆さんね、ご視聴いただきありがとうございました。もしね、チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録もお願いします。でね、この動画良かったよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひとも高評価ボタンお願いします。動画の概要欄に私たちの Twitter 等も貼っておりますので、ぜひともこちらもご確認ください。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。